監督、しょうもねえな。前やんなやつだよ。昨日言ったろ、内藤、聞いたか俺の声。内藤、後楽園ホールでよ、試合ずっと続くんだよ。てめえは前回高田一、俺のホームリングでてめえ俺を踏んづけて唾吐いて締めやがったな。ハポン大合唱いいよ。じゃあ次はよ、この新日本プロレスのリングで逆にてめえを無様な姿にさらしてやるからよ。てめえが言った責任てめえでケツ拭けよ。ナイト、分かったか。その返事ラピドだ、ラピド。トランキューロじゃねえ、すぐよこせ。ナイト、分かったか。あ、てめえと握手が言ったこの野郎、あ、何勘違いしてんだよ。お前は俺の位置にいないレスラーだ。お前は前座落ちした過去のレスラーだ。何同じ目線で俺に話しかけてんだ。おい、お前はな、ただの平民以下なんだ。え、俺に対等に口聞こうとしてんじゃねえよ。え、おい、お前は、あ、落ちた元有名人テレビでも出とけよ。ほら、舐めた口聞いてんじゃねえぞ、ね、ほら、あ、お前何挑戦させろだ。挑戦させろじゃねえだろ。お前どの口が言ってんだ。そう、お前もどの口が言ってんだ、この野郎。どの口が言ってんだ。この口か、この口か、こら、おい、この口か、この野郎。